パレジのお時間です。いやーもうね、こうやって課金する時が楽しいですね。もうこの時点で楽しいな。ギターをこれから買っていくんですけど、まず俺がやらないといけないことはこれです。このバンドルを買っていきましょう。この2つをまず買います。で、これ買った後に、クラフトメタルで、まあ、ここら辺の5個ぐらいを買って、その後、出なかったやつを、イベントパック買って回していきたいと思います。で、まずね、これですね、リベントオファー、墓の守り手バンドル買います。これだよね。だからさ、でも普通にかっこいいんだよな、今回のスキン。あと色合いが黒だから、あの、強い。そう、黒って強いんよ。同化できんだよね、いろんな場所と。黒ってやばいんだよな。だ、そういう点でも今回はね、買いですね。あの、ペイトゥーウィンです。で、買っていきましょう。よいしょ。アンロック。これもそうだよね、アッシュ。これもさ、かなり黒にさ近いんだよ。だ、かっこいいな普通に。黒金、なんかロマンあふれるわ。そう、マジでマップと同化しやすい。で、こちらをね、買っていきたいと思います。ほいっと、これで10個分かな。うん。で、あと、2個アンロックされてるんで、カースキーパーでピーキーカス。カースってなんか混沌じゃないけど、なんかそういう意味だよね、多分。混沌の保護者みたいな、なんか、保持者なんだろう、守り手みたいな。かっこいいね、そう考えると。カースってなんだっけ、なんかカースオブドラゴンみたいなさ、いたよね。遊行で。カース。意味。呪い。呪いですって。不幸の元凶、呪い。かっこよ。やべえな。で、じゃあ買っていきます。これかな、このクラフトメタルを買って、こう、あ、購入で間違えないようにクラフトメタルで購入します。あ、エルスターあるじゃん。え、普通にかっこいい。でも待って。あー、これはそっか、これ初期のやつだから、これね、かっこいいけど、見た目はマジでいいんだけどな。いや、見た目いいな。どうしよう。ちょっと待って。いやー、これ、どうしよう。でもなー、サイトがなー。どうしよう。あー、ちょっと待ってね。どうだっけ、これか。いや、かっこいい。待って。違うじゃん、ここのあれが。なんかスーパーレアとは思えねえな。全然見た目違う。全然ではないけど、こういうところ全然違うわ。どうしよう。つけよう。いや、弱いかな。こっちの方かな。サイトが強いんだよな。ちょっと後でですね。後で。いやー、つけとくか。まあ、2倍スコープついてるし。まあ、ちょっと戦闘に響き始めたらやめよう。よし。いや、そうなんだよ。そうなんだよね。そう、このね、サイトが強すぎたんだよね。で、あと、フラットラインも、フラットラインもかっこいいな。おい、今回、あ、僕はいいや。いやあ。あと、老婆。目から、なんか赤いの出てますね。でも今回のスキンはあれかな。そうだ、エジプト、そうだね。なんか黒とかと、黒とか紫とかだね。はあ、かっこいいな。全部かっこいいな。なんかスーパーレアとは思えませんね。ぐらいかな。はーい。あとは、イベントバッグは10個あるんですけど、まあ、あと残り、18個買えばいいのかな。あ、じゃあ、あと8個か。
あと8個買えばいいんだけど、俺はとりあえずこっちで回します。なんでかっていうと、もしかしたらクラフトメタルが5個出るかもしんない。ちょっと回しますね、こちらで。多分これが一番安い方法だと思うんですよ。じゃあ回していきたいと思います。ポチー、オリジナリーいいぞ。あとは頼む。あー出なかったけど、あーびっくりした、こっちか、焦ったー。え、あこれか、これか。あーびっくりしたぜ。え、なんでよくわかんないでできたと思った一瞬焦ったマジで焦った。なんだこいつらって思っちゃった。今俺回したやつ間違えたかって思っちゃったよ。焦ったぜ。バナーか、おいマジで心臓に悪いな。いやびっくりしたぜ、超焦った。真ん中ね、オッケーオッケー、真ん中ね。おぉ、ロングボーだ、かっけえ。ルーラーズリーチ、かっこいいの多いな。俺今ミッドナイト使ってんだけど、こっちにしようっと。金だ、金となんか黒って感じと紫だな、なんかありますね、エジプト感がよ。はあいいな。え、めちゃくちゃ見た目いいな。え、今回マジで当たりじゃない。さっきの誰これ、アッシュ。え、かっこいい。おいおいおい、普通にかっこいい。え、絶対こっちやん。これにしよう。え、かっこよくね？バナーもさ、当たりでしょ。え、かっこいい。いいやん。え、今回やばくない？え、視野もかっこいい。え、ええやんけ。めっちゃかっこいいんだけど。いいなぁ。じゃあ回していくか。お、レジェンダリーと青。何が出る？お、フレーム。これ何これ。おお出た、ファラオの守護者。これ俺すげえ好きでさ。これマジでかっこいいなと思ってんだけど。赤だ。赤、紫、黒、金なんすけど。マジでこれ作った人天才だろ。え、これやばくない？え、めちゃくちゃいいじゃん。つけよ。とりあえず、こいつを入れて、こいつにしよう。うわ、かっこいいな。めっちゃいい、好きすぎるマジでかっけーマジでいいな。今回のスキン全部当たりだろう。購入。あ、ハボックだけはなんかうんと思っちゃったけど。おおおおおお、紫紫青。かっけー。これ誰？ジブラルタルなんだこれが。これなんかあれだな、あっちでもよかったな。うん、ゴミゴミウィングマンだ。これはね、見づらいんでやめましょうね。あ、確かに、あるかも。かっこいいな。ちょっと回していきましょうね。とりあえず、あと6個かな。これ出なかったら、もう諦め。クラウトメタルで購入するのは諦めます。うおー、ランページだ。え、かっこよ。かっこよ。え、どうしよう、ランページ使おうかな。え、なにこれ。誰が、誰考えたのこれ。かっこよ。え？これは金が結構多いな、金色が。いやー、これ、すごいな。誰が考えたんだろう。めちゃくちゃいい。ああね、あのね、こう指パッチンして全員殺すみたいなね。デザイナー変わったってぐらいかっこいいな。ちょっとこれつけておきましょうか。ロードアウトで、お気に入りにね、そう、結構他のもね、かっこいいんで、これはお気に入りに追加しておきましょう。名前、見てなかったけど、ジャッジ、かっこよ。なんかいいね。ロマンあるわ。あと5個回します。いやー、これクラウトメタル来なかったら、あと8個はもう普通に購入ですかね。でーん。まあ、これはいらないで。これ誰ですか？フレーム、シアか？かっこよ！なにこれ？うねうねしてんじゃん。で、これがあれか、シアのドローンが浮いてんのか。バナーもマジでありだな。あん？ルーキーカード。これちょっとつけときましょうか。スワームの怒り。すげえ。めっちゃいいじゃん。あの、なんか、いや、よくわかんないですね。いいね。紫、紫、青。よっ！これめっちゃいいんだよな。ブラッドハウンド。これ死ぬほどかっこよくない？これ俺好きだからつけとくわ。これ。これなんて名前？神の破壊。やば。超強そう。さあ、あと残り3個。
クラフトメタルが来なかったら、あとは普通に購入します。え、ああ、そうだ、びっくりした。またよくわかんない出たと思った。オベリスク超強そう。普通にかっこいいな、これも。でも普通にいい。ちょっと顔の、なんか顔色が悪いけど。え？やば！かっこよ！なんか、もやもやしてる。すげえ！かっけえ！顔色は悪いね。レジェンダリーだ。じゃげーん！あー、出た！俺これさ、めっちゃいいなと思ったんだけど、これ普通にかっこいいんだよな。バンガロール。強そう。めちゃくちゃ強そうだな。これかっこいいよね。ソウルキーパー。これつけときましょうね。これもお気に入りに追加しとこうかな。レジェンドか。レジェンドのバンガロール。これか。これをお気に入りに追加して。やば、かっこよ。ちょっと、これと、これ消して、この三つにしとこうかな。いいね。さあ、あと、残り、9個。今回全部当たりじゃね？もう、これも全部当たりだろ。ジャギン、ジャギン、ジャギン。おー、ヒューズ、来ましたね。これつけときましょうね。栄光の炎。普通にかっこいい。これなんだこれ、後ろのやつ。これあれかな？落としたやつかな？マギーが。ってことで、クラフトメタルは1個も出なかったっすね。じゃあ、購入していきましょう。これさ、何個回した方が安いとかあんのかな？今、あと俺は、とりあえず5パック購入しとくか。5パック。購入。これはね、ちょびちょび回していくぜ。フォロー。おお、レジェンダリーだ。フォローありがとうございます。ジャゲーン。おお、これぐるぐる回すやつやん。なにこれ、かっこよ。目ん玉？なにこれ、目ん玉ビーム。でもかっこいいな。強そう。これもいいね。今回、すごいいいの多いな。でもチャージライフル俺使ってねえんだよな。弱すぎて。いくらか？これいくら？いくらビーム？ちょっとつけときますか。スナイパーライフル。これもこれでかっこいいんだけどね。はい。いいじゃん。いいね。これちょっと、こんな感じか。ブラハ？ブラハなんかいたっけ？これ？ああ、ほんとだ。ホールスの目。かっこよ。当たるかな？あと4個。おお、これ当たったんじゃない？これレジェンダリー。これホールスでしたよ。全然違うだったわ。誰やねん、やべえ、ソーセージ焼き始めた。ソーセージ焼く、なんかエモート来ちゃったよ。つけとこ。よし。これはカタリストか。かっこいい。これもいいな。なんかモヤモヤモヤってするな。これつけとこ。ルーンの女神。レジェンダリーてっきりこっちかと思ったら、ヒューズでしたね。希望を捨てず、これはまだ回していくぞ。こんにちはー、やげー。今回のチャーライスキンはバグってました。なに、よくバグるな。おお、プラウラーだ、かっこいい。今プラウラー最強ですからね。これつけておきますか。サブマシンガン、プラウラースキン、この、あ、これ久しぶりに来たな、かっこいいの。なんかさ、これはもう神なのよ。おー、かっこいいなぁ。これめちゃくちゃいいじゃん。まあ、これもかっこいいんだけどね。でも、これいいなぁ。アイアンサイトがちょっとダメか。わかんねえな。アイアンサイトがちょっとわかんねえけど。かっこいいね。これ2個。ポチーッ。あ、出てしまった。もうこれは、あれですね。クラフトメタルで購入するっていう希望はなくなったんで、どんどん回していきます。これ誰？バンガロール。かっけえ、ジャッジメントナイト。名前かっこよすぎだろ、なんか遊戯王みてえだ。つけよう。おお、これ、これホルスだろ。もうこれは絶対ホルスですよ。
全然ちげえ、誰だよお前。あ、でもかっこいい、オルタネーターつけとこ。デス・ウィーバー、え、ブラッドハウンド全然来ねえんだけど。あと3パック買って終わりかな。あれ、CS 勢ですが、イベントの成果、塗料の鍵屋に行こうとしたとき、サーバーが落ちます。マジで？あの、レブミサイル？マジかよ。ちょっと、ラスト3個回していきます。シャキーン！うわ、レジェンドに2個来た！マジかよ。確率論だ。うわー、うわー、かっけーの来た！なにこれ？え、なにこれ？こんなあったっけ？え、なにこれ？こんなかっこいいのあったっけ？エヴァ8がなんか、ええ、これもかっこいい。なにこれ、ちょっと待って。え、ちょっと待ってくださいね。そんなんあったっけ。ショットガン。スキン。俺何を当てたんだ。あったのか、こんなの。あったんや、知らんかった。まあいいや。アサラトライフルか、あとは。ネメシスが来たね。トゥームメーカー。うわ、かっこよ。ザ・クリーナー。全部いい。全部いいな。あの、なんかちょっと似てるな、これ。アーチネメシスってやつと、トゥームメーカー。え、でもかっけえなー。ちょっと俺これからね、ネメシスくんをね、メイン武器として運用するんで。これいいっすね。え、どっか行った。あと2個。も、ま、う、あ、あと2個はシアとブラッドハウンド。シアがちょっとね、顔面がやばいって言われてるんですけど。じゃげーん、出たー、ホルスの目。俺これめっちゃ好き。これはね、絶対使いますね。これかっこいい。え、待って。え、服かっこよ。お前、いいな。かっけー、なんだこれ。今回のスキンかっこよすぎるぞ。で、あとは、ラスト。あとでちょっとつけとこうかな。これはシアかなー。こんにちはー。ヤギー。おー、出たー。よくわかんねえやつー。ラータレント。わかんねえ。なんかあれだな。カミキリムシみてえな。この、絶対それモチーフに見えちゃうな、これ。かっこいいけど。ちょっと顔面がな。顔面、これもうヒットボックスさ、これヘルメット、これ5倍ぐらいになってないよ、これ。本来だってこれなのにさ、ヒットボックスこれ絶対10倍ぐらいになってるっしょ。これすごいな。かっこいいけど、つけとこう。お、久しぶりに見るか。あ、出た、赤いやつ。いや、これ見たこと一回しかないんだよね。おー、来たすげー、赤いよ、赤い。いや、久しぶりに見たな、ミシック。いやー、かっけー。これいいなぁ。え、なんか出てきてる。え、なんか生えてるんだけど。ニョキニョキ。かっけぇ。え、なんかこれ、ブラッドハウンドプラス WF ってこれ、ウォルター・フィッツロイかな。掘られてますね。いいね。ラブラブだ。いいじゃん。で、これが、ドン。強そう。え、てか待って。なんかさ、スキンも相まってさ、クソ強そうなんだけど。これやべえんだけど、マジで。めちゃくちゃ強そうなんだけど。これやばいだろ。死ぬほど強そうなんだけど、これ。なんかね、すごいな、これ。いいな。サルボの奴らに一言、やろうとも乗ってるか。いいね。いや、これかっこいいな。やったー、全部手に入ったぞ。いや、赤いのいいな。楽しい。いや、回してる時が一番楽しいですね、ガチャガチャは。で、あとレジェンドか。レジェンドブラッドハウンドだけつけて、あとはちょっと確認しに行くか。ルーンキーパー消して、ブラッドハウンド、これがホルスのね。お、かっこよ。え、ヒットボックス小さそう、ちょっと。え、絶対ちょっと小さいやろ、これ。いいな。あ、なんかそう、カートボールとかなんかね、戻ったみたいな、なんか聞いたわ。そう、85% に戻っちゃってるらしい。味方にブラハいるときにヒューズ使うと、ギターのことについて言ってる。マジで？あ、間違えた。す
強そう。よし、戦闘再開だ。俺のママは負けの育てねえさ。あれ、俺装備してねえ。つけてなかったわ。素手でいっちゃった、間違えて。こうか。こうか。おーい。バナーは？いいねえ。こんにちはー。てか、このスキンマジ強そうな。いかつ。おー、燃えてる。え、待って。お、足どうなってんだ、これ。なんか足どうなってんだ。なんか今、待って。なんか右足出てくる。これどうなってんの、これ。何これ。右足出てくるんだけど。待って、こいつ。スライディング紋章がちょっといろいろある。あれ、今レアモーションかな。なんか今さ、イエーイってやったけど、陽キャみたいに。おもろ。まあ待って待って、三人称より俺はこいつ殴りモーションの方が気になるぞ。すごいな、威力高そう。刺してる。片手で持ってんだ、これ。なるほどね。怖すぎだろ、これ。武器構えたんだ、これ。武器構えて、あ、見て、ギターが背中に背負ってある。ほら、どうなってんの、なんか浮いてんだけど。すげえ、ギター背負ってる。あ、強そう、めっちゃ強そう。これ横振りでしょ。で、走りこれクソ強そう。スライディング、うん、スライディング、わ、これかわいい。え、待って、これかわいい。スライディングのさ、振り方めっちゃかわいいんだけど、何これ。これ、え、これヒューズめっちゃかわいい。何これ振り方。あと、スラージャンとかもあったっけ。これはないか。これは走りモーションと同じなのか。ジャンプはこれしかないのかな、見た感じは。重いな。正座しながらさ、振るんだけど、めっちゃかわいい、これ。え、なになに、バグったバグった。いいね。ウルト、まあ、ウルトは、まあ、そっか、ウルトはダメか。ウルトは背負ってもか。うんうんうん、こんなもんかな。いいじゃん、ほら。いやー、いいね。で、しかもそうだね、さっき言ってたけど、画面のこの下の方にあるじゃん、下の方、それがいいね。そうだから、ほら見て、ほら分かる、ほら、ナックルとかはね、もうやってきたわ、分かる、ほら右側なんだよね。全然邪魔になんない。だから。すげえ。ほら。もしさ、はい。え、みんなこうやってやんの？やばいだろ。絶対やめた方がいいよ。絶対やめた方がいいよ。くるくる回さない方がいいよ。意味わかんないことだから。マジでやめてほしい。絶対やんない方がいいや、あのくるくるは。おー、こらこら。コアラうまい。やばー。よし、今まで1年分は漏れそうだな。やばー、靴に入れて飲んでんだけど、こいつ汚すぎだろ。どういうこと、キモすぎる。あれ、間違えた。いろんな場所に住んできたが、お前に出会って初めて居場所ってものが分かったぜ。な、何何してんのお前。え、何お前、手品、何今の。お前は分かるやつだな、ブラハ。今バグってたよね、絶対。今なんかブラハのさ、くれたやつがさ、自動で動いてたんだけど。何あれ、超レアモーション、もしかして。お前は分かるやつだな、ブラハ。これが多いな。お。
持ち上がれアウトランス。おお、曲違うのかなこれ。おい、同じかな。あ、ちょっと違う。あ、ちょっと違うね。アウトランス。こんなもんか。おお、コアラコーラ。あ、出たコーラ。え、俺めっちゃコーラ出るんだけど。こんなもんかな。まああとはなんか誰かに任せますか。多分これぐらいしか俺のあれでは多分出てこないから。いいね。ほら。いいじゃん。オッケーオッケーオッケー。ちょっとこれで敵をぶち殺していいですか。ちょっとせっかくだからカジュアルで回してみっか。いやー、いいのゲットしちゃったぜ。